まずは自身が希望する役割を聞かせてもらおうか、そこから配分を調整する。私は今回の件、外野から見守らせていただいてもよろしいでしょうか。規模が大きすぎてどちらも私では役割を果たせそうにないので。同じく、序列1位にアクションを起こすのも面倒、メディアと関わるのはもっと面倒。序列1位やメディアをここに呼んでくれるなら対処しよう。だが来ないのなら外野だ。なぜなら動きたくないからな。あの動かない具体はほっといていいわ。私は提案1、ママがあれほど警戒する才能、ぜひ私も直接この目で見てみたいですわね。ここは3を選びたいところだけど、100歩譲って3にするわ。100歩も譲ったのにダメだったか、それはもう一歩頑張ってほしいものだったな。私は役割2でいいわよ。おそらく兄弟の中で一番嫌われていると思うけど。嫌われている自覚はあるのにあえてその選択を選ぶなんて、ド S なのかド M なのかわからない感性ね。僕はもちろんパトのところに行くぞ。あの法則だけで僕たちの全知全能を超えたパトだぞ。今のパトが気になっておそらく夜も眠れない。私もパトのところに出向こう。メリアがいない今ならパトに接触しても被害はないだろう。昔から私がパトに接触すれば何かとメリアからの嫉妬の気配にさらされていたからな。話ができるなら今しかないだろう。パト3名、メリア1名、ガイア4名、偏ったな。世としてはアルメトとメリアは水と油、状況が悪化するイメージしかできない。誰かアルメトと変われ。リュール、どうだ。今、300万歩くらい譲ってるけどまだ3だわ。ははあ、かなり譲ってたのにまだたどり着いていなかったか。ルトアは火に油を注ぐような関係そうだな。お前は3でいい。ここにはいるから人手が欲しくなったらいつでも言ってくれ。ならお前たち2人だな。最低でも2人は欲しい。お前たち2人がメリアだ。その代わりアルメトは3だ。アーとメリアは全然気が合わないどころか価値観も感性も考え方も全然違うのに。そのアリューよりも価値観が合わない私なんて。逆だ。メリアと価値観の合わない二人が偉そうに挑発してみろ。プライドの高いメリアだ。いくらポーカーフェイスに優れていても苛立ちは隠せない。あいつは内心お前たち二人をかなり下に見ている。そんな二人から煽られ、見下され、そして上から目線で物を言ってみろ。憤慨してくれるだろうさ。メリアの反感を買うメリットが私たちに一切ないのですが。あの子の考え方、兄弟の中で一番クレイジー。私たちとは全く別の思考回路なんだから、とは兄様でも完全にメリアを理解してるわけじゃないでしょ。エウレカ帝国、別名女神神国、優秀な女神だけが所属する国、最初はパトの趣味かと思ったけど、少し調べてみたら全部メリアの仕業。パトが起こしたことの裏には全てメリアが噛んでる、むしろパトは何もしていない、才能は本物でも建国やそれらの知恵と才能は存在しなかった。帝王神すら超える最強の才能を持つパトとパトの持たない才能を全て持つメリア、世界最強最悪のタッグ、お互いの穴を埋め合う最も敵にしたくない二人。アーとアリシアが行うのはその二人が敵になる。そうじゃなくとも目をつけられる。リスクの方が大きいって感じるのは当然だと思うけど。それにそもそもそこにソフィアも加わっていた。序列は正式な強さ順じゃない。実力もあるけど帝王神への適正順。ソフィアは私たちが持つ全知全能が全く通用しないいわば天敵。無視できる存在じゃない。詳しいなアリル。そこまで調べているならむしろ好都合というものだ。お前は所詮9位、帝王神になれる奴は1人だけだ。つまり候補生12名のうち11名は敗者だ。逃げ腰の思考は帝王神から最も遠い思考だ。そもそもお前に帝王神は無理だ。ならさっさとパトやメリア、俺やリトア、メアトルくらいの誰かに媚びて尻尾振ってた方がお利口な考えじゃないか。予言してやろうか、メルリアとアリルは早い段階でこの争いから身を引くだろう。お前らは誰かの下で尻尾振ってるのがお似合いだ。今からメリアにでも媚びておけばいいんじゃないか。なら少なからずパトと接点を持てる。パトの配下について将来パトが帝王神になれば玉残しだ。有用な地位にはいられるだろうさ。所詮お前らの道はそんなものだ。候補争いへの情なんて鼻からない。わかったなら動け。メリアの敵になるか世の敵となるか。受けます。そう判断できるなら世の手を煩わせるな。次同じことしたら容赦なく潰すからな。リトア、メアトル、メルメアはパトをここまで誘導しろ。できればメリアへの依存をとことん高めさせた方がいい。方法は好きにしろ。ルトア、アルメト、リュールはガイアだ。他勢力がこれ以上よたちの計画に水を差すなら容赦なく消せ。よとアリルとメルリアの3名でメリアを誘導してやる。では母上に伝えてこよう。母上の望む結果を誰よりも早く出せるよう期待している。バカな妹だ。とアに意見を得る立場ではないと自覚していないとはな。トアは確かにパトに負けて2位に下がった。だが敗北を知ってからトアは究極の覚醒を立て続けに起こし、今や私たちが知っているパトと並ぶほどの力を身につけた。今のパトがどれほどか知らんが、私は今世界最強なのはトアだと思っている。ひどいありさまだな。主不在のたった数年でエラーごとき2校も廃れてしまうトアな。リトア姉様、どうしましょうか。1位が自国に帰っているのはわかりましたけど。自国の用事が済むまではメリアにかまけてる暇もないだろ。せいぜい汚れが漏れでないように蓋をしておけ。
パトはメディアよりも自国を救う道を選んだんだ。メディアへの優先度が低い今、煽ったところで逆効果になるだけだ。それもそうですね。ならアクションが起こるまでの間は私も観察してましょうかね。気配が大きく動き出したわね。それに腰のエネルギーが歪んで維持できていない。爆発するかもしれないわね。ん、あれは星から一機の宇宙船、もしかするとあれが1位の乗っている船かもしれないわね。ちょっと挨拶でもしておこうかしら。アリシア、今向かっているところ悪いんだけど、地球に行ってくれないか。そもそも俺は地球に残っている専属神たちを迎えに行くために戦っていたんだ。そうですね。今回の件でパト様には多大なご迷惑をおかけしました。私たちの都合は後回しで問題ありません。パト様が行いたいことを優先してください。ラル、行き先を地球に変えてくれ。地球でそもそも通じるか。問題ないわ。契約してからなぜかあなたの概念や常識がわかるようになったの。何かの恩恵なのかしらね。だいたい1日あれば到着するわ。自力ならもっと早く到着できるけど機械の限界ってところかしら。どうする？せっかくだし私が連れて行ってあげましょうか。そうしたいのは山々なんだけど。お恥ずかしながらかなり来ててさ。そうよね。ずっと格上同士の戦場に立たされて右へ左へ動いてたんだもの。疲弊するのは仕方ないと思うわ。アリシア、パト様を寝室に案内してあげて、できれば乗っている従属全員を風呂と着替えよ。戦場で動き回った格好でうろうろしてたら汚らしいわ。女神なら身なりも大事にしなくてはね。エウレカ帝国の女神となったらなおさらね。それもそうですね。特にラルとソルテ、あなたたちエラーの体内にいたから体液まみれで正直すごく生臭いわ。私たちより先に入ってもらっていい？うわ、俺は気にして絶対に言わなかったのに。自動運転にしてるし。入ってくるわ。ほらー、気にしちゃったじゃん。ラル、俺は気にしてないよ。みんな頑張ったもんな。なんでそんな意地悪言っちゃうかな。パト様は日が浅いのでわからないと思いますが、ラルの日頃の嫌味はなかなかのものですからね。こういう時に言い返しておかないと。市場かよ。まあ喧嘩しないならいいよ、別に。とりあえず俺もお風呂入りたいし、さっさと従属たちをお風呂に入れてくれ。俺はみんなが入った後に入るからさ。さすがパト様、従属たちがしっかり使用後も綺麗に片付けてるか監査するのですね。そんなことしねえよ、普通に使うだけだわ。従属たちは直ちに大浴場で汚れを落とし、各自用意されてある服に着替え、その後各部屋で就寝しなさい。疲れ残して作業効率落としたら埋めるわよ。もう汚い姿をパト様に見せたら拷問として家畜と1ヶ月寝泊まりの刑ね。絶対にやりすぎなんだよな。おいおい、マジかよ。このタイミングで俺と会ってしまうなんて。でも見た感じになりとかかなり整っているし、もしかして言われる前からお風呂に入ってた奴がいたのかな。なるほど、エラー騒動でかなり疲弊してるって状況なのね。でも妙ね、1位が会いながらここまで苦戦するなんて。さて、1位を見つけてメディアの件でささっと挑発でもしてしまえばとりあえず私の役割は果たせるわね。1位なんて見たらすぐわかるわ。さっさと見つけて帰りましょう。数日も待ちぼうけしてて飽き飽きしてたのよ。星から一機の宇宙船、もしかするとあれが1位の乗っている船かもしれないわね。ちょっと挨拶でもしておこうかしら。超スリル的だった。もう一回体験したい。ひっひ、帝国は成果たくさんあったし次はどこの国に栄養仕掛けようかなー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。